皆さんお待たせしました。ガンダムの骨組みフレームがガンガン組み上がってます。そして今回は久しぶりにガンダムのある部分が動きます。その様子を1秒たりとも見逃さないためにカメラもガンガンガンダムに迫ります。お、あの人が現場監督さんだな。よろしくお願いします。近寄らないようにお願いします。特にあのカメラ抱えたまま近づきすぎる。あ、現場監督すみません。でも安全第一で行くんでお願いします。動くのかガンダム、夢への挑戦。第7話、組み上がれガンダム前編。怒られないように気をつけます。現在動くガンダムプロジェクトは3カ所で絶賛同時進行中。横浜ではガンダム本体を格納するガンダムドックが、愛媛ではガンダムを支える G キャリアが、そして今回ご覧いただくのが茨城で行われているガンダム本体の仮組み。全長18メートルのガンダムを組み上げる場所だから当然扉でかっ。いや壁も高いな。現場に運ばれてくるパーツがいちいちでかい。ちなみになぜわざわざ仮組みをするかというと、3カ所で並行して組み立てを進めることで開発工程を短くできるのと、チェックを細かくするため。仮組み現場の陣頭指揮を取るのが冒頭に出てきた鋭い眼光のこのおじちゃん、野村工芸社の関忠光さん。仕事もできてこの威厳、絶対怖いよねこの人。現場の若者とどんなコミュニケーションを取っているのかチェックしてみると、僕27。あ、俺32。あれ、頑張るしかないと。いや頑張るしかないの分かるんだけど、ひょっとして1000万貸して。この人めっちゃゆるキャラ。張り詰める現場でこの余裕。それもそのはず、関さん2009年の実物大ガンダム立像の現場も任された現場王。そんなわけで仮組作業もガンガン進む。仮組は G キャリアの代わりとなる壁を使ってガンダムのフレームパーツを合体させる作業。まず壁にガンダム接続用の台座と支持フレームを接続。支持フレームに左足右足で構成される下半身を合体。次に支持フレームに腰胸肩腕で構成されている上半身を乗せて完成となる。今日仮組が行われ動くのは足。そう、ガンダムの足が動きます。そして全身をつなぎ止めるのに重要なパーツがこちらの棒ではなくピン。このピンが入らなければフレームは組み上がらない。重さ1本あたり約70キロのピンで取り付け作業開始。お、ピンがサクサク入る。もう終了と思いきや、あれ、なんか苦戦してる。すると関さんが一旦集合。コンクリートなんですか。もう穴に入ってんのかな。あと押すだけなんだ。3センチぐらい。そうですね、あと3センチ。されど3センチ。ひたすらピンを打ち続けること3時間。一向に拉致が開かない。関さんもたまらず、作戦会議しようか、降りてきて。ちょっと冷静に考えようよ。微妙なところはね、クレーンだとできない、うん、もうお手上げなのか。そこで現場を関さんが動いた。数分後、関さん、なんか持ってきたな。これどう？これでやってみようか。これってまさか。あのね、やっぱね、ハンマーね、あれじゃ、まあ、デリケートだから、ね、デリケートなガンダムにあえてハンマーを打ち込む。上が無茶を言うなら現場も無茶する。さすがです。ハンマーでピンははまるのか。いった。
言ったのか。終わった。作業を始めて4時間、無事に左足取り付け完了。あれどっから持ってきたの？教えられねえ。たかがハンマー、されどハンマー。今回は関さんの作戦勝ち。一つついてしまえば作業は早い。だってハンマーがあるからね。右足のフレームもついて、ようやく下半身のフレーム完成。皆さんお待たせしました。フレームだけですけど、ガンダムの足がついに動く。おお、無事に動いた。想像以上に曲がる。ここまで動いたのも関さんとハンマーのおかげだね。関さんはただのゆるキャラじゃなかった。男前。あれ、急に漂う緊張感。無茶ぶり王宮川さん登場。次回は上半身を組み立てて、あの人が。いや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 。